西山からもう一度マクヘンリー、2人ついています。そしてスリー、西山選手、帰化選手を中心にというところだったんですが、まあ、一方のこの信州のマクヘンリー、大外最後ねじ込みました、ブザービート。ショットクロック5秒切った、囲んでいる、うまいショットでしたね。そうでしたね、ですね。まあ、一方本当にあの選手層が厚いのがこの川、ここは一つウォリアーズに期待したいなと思います。まあ、ここで同点もしくは逆転ということになれば非常に大きな流れになるんですが、ブロックしていったジョーダン・ヒース、すごいブロックですね。いや、簡単には同点にはさせないというプレーですね。さあ栗原、山本、エドワードのスリー、今度はどうだ、今度は決まった、逆転。ここで、今止まっているのでどちらが点を取るか、はい、バスケットカウントですね。そしてまあ今のところもこう流れがないなというような川崎の2ポイントでした。入りませんでした。栗原いいドライブですね。もう一度振り返ります。ここですね、辻がついていたんですけれども、ここでバスケットカウント、しっかりと体を、川崎、ファジーカスのシュートを打ちました、アリウープ気味、これ今の大きいんじゃないですか。大きいですね、はい、今のシーンです。ここですね、マクヘンリーからホーキンソン、ファジーカスがついて、マーシャル体を当てながら突っ込む、決める、うまいですね、はい、さすがです。さあ川崎とすれば13点ビハインド、スリーポイントきた、辻400本目、ジョシュ・ホーキンソン選手のいいディフェンスでしたね。はい、そしてイージー、最後は決めていきました小野、ゴールした混戦の中リングに嫌われ続ける川崎、もう一度辻、まただ辻、すごい追い上げだ。さあ川崎、最後のこの攻撃をしっかりと封じ込めることができました、信州ブレイブウォリアーズ東地区。